発復帰への大きなアピールとなりました。長谷川との相乗効果がイラブも快調なピッチングを見せます。150キロを超えるストレートと高速フォークでエンゼルスから毎回の奪三振。課題のスタミナも進歩が見られ、回を重ねても球威が衰えません。しかし4回3番コリンズに揺さぶりを受けてからイラブのリズムがおかしくなってきます。キャッチャージラルディにもたしなめられたこのプレーから2点目を許すと、7回にはこんなシーン。なんとこの日2回目のボークでイラブは冷静さを失ってしまいます。先発ローテーション定着を目指し結果は残したイラブですが、またも後味の悪さが残ってしまいました。審判は常に公平な、立場でジャッジ、していると僕は、そう思っています。